すごい違和感を覚えました。だって日本の歌手は韓国では歌えないんですよ。未だに歌えないですよね。なんていうホールスかな。なぜ韓国では日本の大衆芸能をやっちゃいけないんですよ。例えば日本の、ジャニーズのね、嵐が韓国のソウルとか、プサンでねコンサートできないんですよ。嵐の CD を韓国ソウルやプサンで発売できないんですよ。それは別にジャニーズだけじゃないですよ。AKB にしようが SESKE ですかが、でも売れないんですよ。ただ若干ですね、だんだん、まあ韓国のそういう法律の規制が甘くなってきて、今若干日本の映画とか音楽とか漫画とかはですね、韓国で発売したり公開することができるようになってるそうですが、それでもですね、これ明らかに貿易不均衡でしょ。日本の歌は韓国で売ることできないのに、韓国の歌を日本で売ることができるわけですよ。でもそんなことはね、日本のテレビ局だったらもっと問題視しなきゃいけないんですよ。韓国人が日本に出稼ぎにガンガン来て日本のお金を持って帰るのに、どうして日本の漫画や音楽や映画を韓国で上映できないのか、販売できないのか、本来そこでガチガチで喧嘩しなきゃいけないところですよ。韓国が日本の音楽を韓国で売らせてくれないんだったら、日本も韓国の音楽を売らないってやるべきでしょ。でもそのことをほとんどの国民が知らないんですよ。実はこうまさにテレビが国民、日本国民を洗脳してるんですよ。そう思わないですか。韓国の悪口を言うと、なんかまあ広がらないですよ。なんかまあヘイトスピーチやめろみたいな。でもね、別に僕韓国人とか嫌いじゃないし、別に韓国も悪くないですけど、この明らかに 不平等でしょ。こういうことをテレビ局一切言わないんですよ。で皆さんも知らない、テレビやめろって皆さん知らないんですよ。いわゆる歴史をよく知ってる人は NHK やまあテレビですね、こう民放が反日報道をしているとこう言うわけですよ。事実だけども、別に反日報道しちゃいけないのかって言ったら、別にまあそれはそれでいいんじゃないの。テレビ局がそれをしたいんであれば、だってテレビ局は完全に電通に支配されてるから、だから YouTube 見たらいいんでしょって僕は言いたいんですけども、それぐらいですね、テレビの影響ってすごいんですよ。皆さんは政治家の方が強いとか官僚とか裁判官の方がテレビ局よりも強いと思ってませんか。もう間違いなくテレビむちゃくちゃ強いです。今やっとテレビの力が落ちてきたんですよ。テレビは今日ね、そのさっき西宮の市長の、政治家である西宮市長とですね、テレビやマスコミが喧嘩してるので、政治家の方がね、いかにも権力者で強いかのような報道されてますが、もう圧倒的に強いのはマスコミ、テレビです。もうね、1マスコミ、2マスコミ、3マスコミ、もうマスコミの中でももうテレビテレビテレビですよ。今の日本で強いのはテレビテレビテレビ、そして4つ目に初めて、4番目に初めて政治家、官僚、裁判官ぐらいですよ。だってね、テレビで小池さん持ち上げたらすぐに小池さんが都知事になって、都民ファーストがドゥアーって議席取ったでしょ。東京都で過半数になるぐらい、都民ファーストの都議会議員で落選したのは離島の人だけですよ。全員当選してるんですよ。ところがテレビが小池さんを叩き出したら一気に希望の党失速、都民ファーストの大失速でしょ。テレビが政治家を誰にするのかを決めるんですよ。まだめちゃくちゃ力あるんです。そのテレビの頂点にいるのが NHK なんですよ。いまだにね、NHK が言えば正しいかのような世論がまだあるんですよ。警察だって議会だって NHK が言うことは正しいだろうみたいな、まだね、長年の間に、長年その海老沢さんとか僕が築き上げてきた NHK のブランド、まあ僕がっておかしいけど、長年の諸先輩が作ってきた NHK のブランドはまだ未だにあって、 NHK が言う以上はそれが正しいかどうかも、もう全部正しいと思ってしまうんですよ、この国の国民は。で、NHK がめちゃくちゃ強いから、僕海老沢さんに聞いたことがあるんです。この人も橋本富三郎さんっていう政治家に仕えてて、ね、茨城のいた子というところの生まれでね、政治家の力をよく知ってるんですよ。でも海老沢さんはどうして政治家にならないんですかって聞いたことあるんですよ。そうするとね、
この横にいる渡辺恒夫さんも政治家になってないでしょ。でも渡辺恒夫さんは政治の世界に思いっきり力を及ぼしています。どういうことかというと、海老沢さんはこう言ってました。僕直接聞いたんじゃなくて、ナノスケール大久保さんという局長経由聞いたんですが、立花だなと、政治家と NHK の会長はどっちが力あると思うってこう聞かれたんです。あ、そうか、俺は政治家の方が力あると、権力者からから力があると思ってたけども、はるかにこっちの方が力あるんですよ、 NHK の会長の方が。そりゃそうですよ、NHK がね、テレビの力を使って政治家の悪口言い出したら政治家すぐに失脚するでしょ。小沢一郎さんなんか叩きまくったじゃないですか。あの人結果として無罪だったけどね、別に小沢さんがいいかどうかは別にしてもね、テレビが叩けばそれは田中角栄さんもそうです。最近で言えばまさに小池百合子さんもそうなんですよ。政治家の命なんてテレビが全部決めることができるんです。テレビが、ね、昔テレビ朝日の椿発言なんかもありましたが、社会党が進出したのはテレビ朝日のおかげだと言ったぐらい、テレビってそれぐらい政治を動かす力があるんですよ。現に政治家になる人はテレビで有名な人が政治家になったら立候補したらバンバン当選するでしょ。橋本徹さんもそうだし、スピードで踊ってた、ね、女の子もそうじゃないですか。もういっぱいいますよ、三原純子だってそうだし、ね、テレビが政治家を作り出すわけであって、政治家の方よりも NHK の会長や読売新聞のこういうね代表オーナーの方が強いんです。それを海老沢さんはなべつねさんを見て十分理解してたから NHK の会長辞めなかった、政治家にならなかったんですよ。そんな中で、電通がまあここ NHK をね乗っ取りに来て、今完全にこっち側の右側勢力が弱くなってるよっていう状態であると僕は思ってます。で、まあこのような感じでですね、まあ、NHK が反日であるというのは、それは電通というですね、まあ実質僕はもう韓国企業だと僕自身はそう思ってますが、この韓国企業によってですね、民放も NHK もですね韓国に乗っ取られてるから、今日本人はそういう韓国の脅威みたいなものが分からずに、まあ、ぼーっとしてるというようなとこでしょうかね。靖国神社僕参拝に行きましたが、日本の政治家が靖国神社に参拝に行くこと自体も悪とされてるでしょ。これこそ反日報道でしょ。どうしてその我々のそのご先祖様が、靖国神社っていうのはそもそもね、戦争でお亡くなりになられた方、国のために命を落とした方が祀られているんですよ。で、そういう先輩方、祖先がいらっしゃるから今の我々はこのように平和で豊かな日本で生きていけてるわけです。ですから戦争でお亡くなりになった方に対してありがとうございました、そして二度と戦争を起こさないように努力していきますと誓うのが靖国参拝なんですよ。ところがそれをですね、反日テレビであるですねメディアは、靖国神社に参拝しているというのは戦争を美化している政治家だ、まだ日本は戦争しないんだ、あの政治家は靖国に参拝している政治家は戦争するために戦争しようとしてるんだみたいな報道をするわけですよ。靖国に参拝する政治家はけしからんみたいなことをやるわけですよ。で、それを中国や韓国の日本が嫌いな人たちの映像を入れてですね、そんな靖国に参拝する政治家なんか許さないっていうことをダーッとテレビが報道するから、靖国に行く政治家が減ってしまう。まず特にテレビによって政治家は選ばれるから、テレビに反対するような、テレビと逆らうような政治家は選挙では勝てないと、こういう状況で韓国に乗っ取られてる日本、反日報道がされてる今日本になってるということです。決して、反日っていうか、すみません、在日の韓国人や在日の北朝鮮人が NHK や民放テレビにたくさんいるから反日報道してるわけじゃなくて、トップの方針なんですよ。このね、僕も週刊文春、今も仲いい記者の人いっぱいいますよ、お世話になりました。文春の記者の人たちは必死になってネタ集めてるんですよ。芸能ネタであろうが政治ネタであろうが何であろうが、僕だって政治家ですからね、文春に狙われてる可能性もあるんですよ。でもこの一般の記者たち一生懸命やってる、でも上で止められるんです。それは僕すごく思ったのは、
NHK の海老沢さんが辞めるまでは週刊文春の海老沢さんというか NHK の、ね、マイナスの情報ガンガンやりました。毎週のように文春が NHK 叩きました。でも海老沢さんが辞めた途端週刊文春は NHK の悪口言わなくなったんです。僕が辞めたのが13年前ですから、それまでにも辞めた後にも文春の記者には NHK のスキャンダルとかいろいろと都合の悪い情報を持ち込んでも全部記者が受け取ってくれても上の段階でボツになるんですよ。それを見てね、ああ文春の上にはやはり海老沢さんを落としても NHK 実際電通の下に入ってしまってますからね、 NHK にとって不利な報道、まあ、不利な情報を出すことは電通にとってプラスにならないから、僕がいくら文春に NHK のそういうね問題の情報を持っていっても取り上げてくれないのかなと思ったことが何度もあります。ということで、まあ、NHK が反日報道をしている原因、について、お話をさせていただきました。相当ね再生回数もそうなんですけども、そのマスメディアの関係者の方が僕の YouTube を興味を持って見ていただいています。本当に命の危険が大丈夫なんですかという方、多くの方にもこれいただいてますが、僕が命の危険を感じてたのはもう13年前文春に内部告発をした頃です。でもうそこから完全に感覚がもうね麻痺してます。もう殺される恐怖っていうのも何だろう、多分月日が経つと全然感じないんですね。で僕このことを言うとまだ殺されるんじゃないかと心配いただく方いらっしゃると思うんですが、人間必ず死にます。もうね星野さん昨日亡く、もうととまあ3日前から亡くなられて、ね、星野さんと同じ年で亡くなるとしたら僕も20年です。うちの親父は53年死んでますからあと3年ですよ。もうねどんないいことをしても必ず人は死にます。それだったら自分の知れる情報をですね皆さんに提供するというか皆さんにお知らせをして、それでもし殺されるようなことがあったらそれはそれで本望です。でもこんなことを言っても13年間ですね NHK 間の嫌がらせはいっぱいありますが、まあ、ここまで来てきているということで十分満足しております。これからも NHK をぶっ壊すまで、そして日本人による日本のための方、まあ、政治っていうんですかね、本当にね正直者がバカを見ない日本、嘘をついている人が出世するのはダメなんです。正当な競争が必要なんです。頑張った人がそれなりの報酬を得れる、頑張った人が自分の大切な友達家族そして恋人を守れる、ちゃんと嘘をつかずに頑張った人が正当に評価される、そういった民主主義に戻していかなければいけないと思っています。正直者がバカを見ない日本に戻すための活動をしていきます。その第一歩が NHK をぶっ壊す行為であります。パチプロ政治家 YouTuber、 N 国代表、俺が立花、口の利き方を気をつけな、俺は持ってるぶっ壊す力、未来永劫不老不死、天上天下唯我が独尊、売られた喧嘩は買いますせ、ぶっ壊してみな弱小政党、グリーンラジオカーセックス、これはアウトなデラックス、反社に過激な集金トラブル、先にセクハラないモラル、ないのないの受け止めて、多分ないんだ女性の方もっと愛情的自信を見たくなるよ、もうこれぼりよ、一人で始めた放送局NHK、 まるで暴走族だから俺が全てを暴く NHK をテッカー